ハロー、皆さん元気ですか？フリーディアです。今日は皆さんからいただいている見たい動画にお答えします。それはカバンの中身を見せてくださいって、最近すごいコメントが多いので、久しぶりにやってみます。じゃあ始めます。最近はすごいいろんなとこに行ったりしてるので、カバンをちっちゃくしてみました。前は結構大きめのトートっぽいものとか、あとセリーのものも使ってたんだけど、本当に最近いろんなとこに出かけるし、仕事でもなんかいろんなとこに行かなくちゃいけないので、なんか変に大きいカバンを気にしたりするとか、なんか多い荷物を持ち歩くのはちょっとこの間やめようかなと思って、で、たまたま、いつかな、2-3週間前ぐらいに、Forever 21に、ちょっと見ようって思った時に見に行ったら、このカバンがありました。で、そこで買いました。なんか、シャネル風ですよね。なんだけど、その値段じゃないんですよ。これ確か27ドルぐらいだから、まあ3000円ぐらいですよね。で、3000円で、あ、今日の格好にすごい合う。黒にゴールドのチェーンなんですけど、まあ、偽物の革で、結構、まあまあ入るぐらいの大きさかな？こんぐらいです。なので、あんまり入ってないかもしれないんだけど、皆さん、まだ気になるよね。お見せしちゃいます。もうこのまま、開けちゃう。変なもの入ってないよね。はい。こんな感じなんです。もう結構ぎっしりと入れてます。こんな感じなので、じゃあ、見せるよ。いきます。ティッシュ、クリーネックス。これは、いつも入ってますね。花粉症だったりするし、ティッシュはなんかお化粧直しとかにもよく使うので、これはいつも入ってるかもしれないです。あとは、いつも持ち歩いてる名刺入れですね。これは、つもりちさとのもので、ずっと好きで使ってるんですけど、名刺入れです。で、あとは、お財布ですね。ちょっとお財布が汚いけど、こんな感じ。もうギュギュッと入れてますけど、これはケイトスペードのもので、これももう1年以上使ってるので、そろそろ変えないとなと思ってる。もうこんなぎっしりだよ。かわいそう、この財布が。でも、しょうがない。カバンがちっちゃいと財布もちっちゃくなるんですけど、皆さんはお財布変えたりしてますか？どんな感じなんですか？ずっと同じ財布使ってる？私、大好きなシャネルの長い財布はあるんだけど、やっぱりこの中に入れちゃうと、もういっぱいいっぱいになっちゃうから、あれにしてます。皆さんはどうしてるのかな？はい。みんな、チェックが入ってます。このチェックは、デポジットしなくちゃいけないので、それ忘れないでおきましょう。そして、なんか変なものが、ダフニーズっていうレストランのクーポンが入ってます。ここ、旦那さんが好きで、よく行くんですけど、今月のクーポンが盛りだくさん入ってます。あと、最近、ワンちゃんの、一番上のココちゃんが、最近皮膚アレルギーっていうのを分かって、で、ちょっと食べ物とか変えたので、なんか高級なドッグブティック的なとこで、ちょっと会員になってみました。で、これも、ココちゃんとヴィンセントの、注射をしなくちゃいけないよっていうハガキが来たので、これは忘れないでおこうと思って入れてます。でも、もう1週間前にしてあるので、まだ捨ててないんだよね。携帯です。これが iPhone5 ですね。で、今日発表したんですけど、iPhone 5C? わかんない。今日発表したからよくわかんないんだけど、それがもうすぐ出てくるっていうことなので、ちょっとケースもそのうち変えようかなと思ってるんですけど、でもこれ結構気に入って、もう見るたびにキュンってなるぐらい
大好きな猫ちゃんのケースです。あとはアーモンド入ってます。結構私はお腹がすくタイプなので、こういうナッツ系は最近カバンの中に入ってるかもしれない。ちょっと食べたい時にこう出したりする感じです。最近パウダーとかコンパクトが欲しくて、で雑誌見てたら新しいシャネルのパウダーが出たの気づき、それも買いました。なんかこうやってコンパクトとして使うのおしゃれじゃないですかね。かわいいですよね。なんかこのベージュの色、ベージュ黒がとってもかわいいから好きですね。これを出してこう化粧の直しをするのが可愛いかなと思って買いました。でもパウダーも悪くないんですよ。すごくこのブラシはうーんって感じなんだけど、でもパウダーはたまに使ってます。でシャネルのコンパクト、まあこの入れ物にこう入れてカバンの中に入れてます。あとは毛抜きです。これは可愛いんですよ。サンフランシスコで買ったんですけど、なんかずっと毛抜きがなくてイライラしてて、そしたらこんな可愛い毛抜き見つけたので買ってみました。まあチープなもの4ドルぐらい、400円ぐらいだったんだけど、なんかブルーで可愛いかなと思って買いました。でこの入れ物に入れっぱなしでこんな感じですね。あとはペン。ペンは必ずうちのカバンの中に入ってますね。もうめちゃくちゃです。わベガスのペン。ベラージオのペンと、ミラージュベガスのペンと、あと日本で買った消せる緑のペンですね。パイロットのもの。はい。もうやばいじゃないですか。なんか恥ずかしい。ベガスのホテルのペンがベガスのホテルのペンを盗んでる感じに見えるんですけど、これいただいたんですよ。はい。なのでこのペン3つ入ってます。このポケット何もなくて、あこれですね。このリップ、これは昨日買って、まだそんなに使ってないんだけど、なんか使いたいなと思ってカバンの中に入れてます。綺麗な紫の色です。これはメイビリンから出た限定色で、1000番、これは1000のラベンダーボルテージですね。かわいい紫のケースで、はい、今年の秋トレンドリップカラー紫らしいので、ちょっとこの色を試してみたいです。あとは大好きなスマッシュボックスのピンクのマットリップスティックですね。これは本当にこう急に友達に会う時とか、あと夜食事行かなくちゃいけない時とかにこうつけたり、あとたまにチークとしても使ったりもするので、結構本当にこれは好きでまだ使ってます。あとは大好きなバーツビーズのリップですね。これは紫のキャップで、確か浅いの匂い味なんだけど、あんまし好きじゃない。なんかちょっとバブルガムしすぎちゃって、なんかうーんって感じなんだけど、でももうすぐ終わるからそのまま使っていこうかなと思っているので、これは中に入ってます。あとはこれですね。最近ハマっているキャンディーはこのチャイムズのジンジャーキャンディー、ジンジャーなんて言うんだろう、もうジンジャーって唐辛子、ジンジャー、グーグルします。生姜、これは生姜のキャンディーなんです。でもキャンディーっていうよりも生姜と砂糖、そう生姜と砂糖とタピオカのスターチ、タピオカの粉ですね、をこうなんていうの、
キャンディーにしたもので、本当に大好きで、これは、いろんなとこには売られてないから、ある時にこう、二袋ぐらい買って、で、こうやってちょっとずつ食べてるのが好きなので、生姜のものだから、こう、なんていうの、口直しの時にもいいし、なんかちょっとピリ辛のとこが好きなので、これは好きですね。チャイムズ。もし、アメリカに来たら、ぜひ、チャイムズ買ってみてください。なんかいろんな種類があるんです。あ、これはオリジナルですけど、チャイムズのマンゴー生姜、マンゴージンジャー、もうすっごく美味しいので、見つかったら買ってみて美味しいです。あとは小銭がいっぱいですね。小銭入り買わなくちゃいけないんだけど、なかなかいい小銭がないので、まあまあ。あと最後にはこの Bare Minerals の Maxi ですね。これは、ちょっと前に行ったビューティーコン、こっちのビューティーコンベンション行って、タダでいただいちゃったものなんですけど、なんだけど、すごく好きで、ずっと使ってるんです。なんかつけると、ちょっとミントっぽい感じがして、しかも色もすごいナチュラルな感じだから、好きで、結構毎日使っているぐらい好きなんです。で、これはモクシーですね。モクシーのハッシャーっていう色です。本当に、これおすすめします。ちょっとしたリップグロスが必要な場合、Bare Minerals のモクシーおすすめです。ですね。あとはもうないです。あと小銭が、聞こえるかもしれないけど、小銭がたくさん、このポケットの中に入れてます。はい。そんな多くないですね。ごめんなさい。多分秋にはもっと多いものをこう持ち歩いたりすると思うので、その時またカバンの中身を見せします。ということでビデオこんな感じだったんですけど、皆さんいかがでしたでしょうか？最近皆さんカバンの中なんかずっと入ってるものあったりしますか？なんかあったらぜひ下の方に書いてください。気になります。そして、登録者が5000以上超えたんです。ありがとうございます。はい、5000を、ヒットしたので、ここで皆さんからの質問にお答えしたいと思っています。ですので、もし質問があったら、このコメントの下、または Facebook、または、ブログ、あと Twitter ですね。なんかあったら本当に何でも聞いてください。それはビューティーに、関してもいいし、ワンちゃんのこととか、ファッションのこととか、それか本当に個人、フリーディアって、何人みたいな質問とか何でもいいので、皆さんぜひぜひ、書いてください。それに、次のビデオか次のビデオまでに、アップしますので、よろしくお願いします。はい、ということで、皆さん見てくれてありがとうございました。次の動画まで、I'll see you soon! Bye!